ございます。ありがとうございます。こちらももらえますか。お願いします。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では皆さんに一言お願いします。まずはこのお願いします。どうぞ。せーの。おー、うまくいった。よかったです。よかったです。残しなかったね。したこれを知ってればさらに楽しめるよというか、余計により楽しめちゃうよなんていうテクニックというかポイントがあったら教えてほしいなと思います。うん、そうですね、あのルールをね多分全部覚えようと思ったらもう間に合わないと思うんですよ。まあ、まずはですね、あの音というのを楽しんでほしいなと思いまして。音、今までやはりそのスタジアムで観戦される方って少なかったと思うんですよね。はい、でワールドカップを機に見に行ってみようかなっていう方多いと思うんですけども、うん、テレビでは拾えない音というのがスタジアムで聞こえるんです。その音というのは選手同士がぶつかる音とかですね、あとはファンの声だとか、うん、まあ、今回はワールドカップなので世界各国のいろんな、ね、応援スタイルがありますので、うん、まあ、そういう音っていうのを、ね、楽しんでいただければいいかなというふうに思います。ジャージとかをこういきなり着るっていうのは、うん、やっぱりまだラグビーにあんまり親しんだことがない人にとってはすごいハードルが高いと思うんですけど、ちょっと高いですよね。ハードル高い。今日着てるあの五郎丸さんのこう、うん、ポイントで差し色で赤が入ってるものだとか、ヘアとかのこうアクセサリーとかで赤とかを入れると、なんかより応援に一体感が出ていいんじゃないかなと思います。五郎丸さん、選手の立場からするとそういうこうポイントで色とか入れてきてくれる女子とかいるとどうですか？テンション上がりますね。よろしくお願いします。今の日本代表の仕上がりを五郎丸さんから見てどうなのかっていうのと、ワールドカップどういうことを期待しますかっていう。調子はかなりいいと思います。本当にいい方向に向かってますし、リスクマネジメントっていうのをね、しっかりあのリーダー陣がやっていけば素晴らしい大会になるんじゃないかなというふうに思ってます。成績的にはどこを目指してほしい？優勝でしょう。いやいや、笑い事じゃなくて本当本気ですよ、本気。はい。